はいどうも、画面偏差値28、イケメン系の浪人生、アキギョンです。よろしくお願いいたします。イエーイ、ふー、風が治らない、ドドンっていうことでね、今回もまあ鼻声ではあるんですけれどもね、スターホースポケットプラス張り切ってプレイしていきたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでね、電動バイイベント開催してますね。ね、札幌の 2000m 制し報酬をゲットということでね、100万まではとりあえずパパパッとやりましたよっていう、そんなとこですね。まあ一発ドリンクもうね、いらっちな性格なんで、あのね、もう本当にあのアイテムをね、温存してこうね、あの一戦一戦やられてる方は本当に尊敬するなっていうね。もう僕はもうそれがダメで、もう一発ドリンクでパパパッとやりましたよっていうね。スマーキングカップ札幌芝2000ということですね。で、これもうね、あのドナブリーニが2枚揃って、あの揃ってて2凸まで揃ってたんですけど、あの通常配合で何回もね、あのね、ボンミスばっかしてちょっと作れなかったんでね、作れなかったんで、もう金次郎を使って、もうレジェンドで使えるようにしましたよ。貫突させて、レジェンド文獣とね、つけれるようにしましたよっていうね、そんなところであるんですけれども、それでも16万しか稼げなかったっていうね、そんなお馬さんなんですかね、イベントで走らせていただいておりますということで、まあ一発ドリンクね、まあ使わなくてもいいんですけどね、まあ一発ドリンクもう100まで一番人気ですっていうことですね。はい、16万1250でも特攻が650なんで、16万でも 1.0 倍一番人気取れますよっていうね、そんなとこですね。うん、まあ星雲スカイもいますよ、ソダシもいますよっていうね、そんなとこですね。じゃあいきましょうか。まあ、特攻がついたらこれでもね 1.0 なんで、ゲートが開いたね、ターフの緑色が綺麗ですね。やっぱり、まあ、ダートでもね、まあ、アメリカなんかね、今やのね、万能とかはね、アメリカですけど、まあ、ダートのね、とこも、ダートで走ってると、やっぱ馬が走ってる姿かっこいいですけど、やっぱり緑のね、新緑の上をね、こう、走る、あね、合ってますよね、綺麗ですよね、サラブレッド。うん。とりあえず 1.0 で、いや、100万までやりましたけど、負けはね、1個もなかったです。はい。うそやん。負けは1個もなかったですって言った、これ本当に初めての負けです、これ。そう。いや、これね、100万まで本当に負けなかったんですよ。1個もなくて。だから、3万ポイントもらえるんで、一発ドリンク使って3万ポイントもらえるんで、100万までやってるってことは、33回走らせてるんかな ?33 回走らせてるんかな、まあ、35ぐらい走らせてるのかな。その中で、本当負けはなかったんですけど、36分の1ですね、あの確率。1.0 倍で、2着になる確率は36分の1っていうことですね。合ってる計算。合ってるかな計算。いや、本当初負けですわ。ね、ああ、ダメだ。行く行くってなってる。ねえ、ロサード行く行くってなってる。くそ、そら負けるわっていうね。こらって、ドドンっていうね。いや、すいません、あのね、本当に、なんやろ、7月、いや、ほんまに7月末ぐらいからずっと風っぽい。うん。熱はないんですけど、ずっとね、鼻水、咳、みたいなのがずっと続いてる感じですね。うん。まあ、そんなところで初めて負けましたが、おはようございます。はい、いろいろね、イベントの報酬もらえてますし、ね、サマーフェイズ、Twitter キャンペーンのね、商品ももらえてるということでね、いただきましょうか。メダルももうね、ないカツカツの状態ではあるんですけれども、こうやって報酬の方でいただけて、なんぼになるのかなって楽しみですね。さて、いただきましょう。バーイ !100 万だぜ、ありがとうございます。ね、この後ね、まだね、ガチャも回してないので、あ、これか。チケット名品ガチャもね、これ回してないので、うん。来月のレジェンドも、ヒンマばっかり、ね、で、ヒンマばっかりで、今回もらえるね、あの、
名品ガチャということでね、品もがもらえるんでね、ありがたいですよね。結局配合できないですからね、突破してない。レジェンドのレジェンドで解放しても相手がいないとね使えないんでね、ありがたいですね。まだこれもね貯金があるので、まあ今月もまだまだ遊べるかなっていうね、そんなとこですね。これを回すとね、これを回すとまだ S1 も溜まって、ここでもねどんどん貯金できるんでね、ありがたいですね。それじゃあ今日のデイリーガチャいきましょうか。おお、宝玉ありがとうございます。さあ、そしてサマーフェス10連ガチャですね。昨日の10連ガチャ、ずっとね株券もまあ1枚あるかないかぐらいのペースやったんですけど、昨日金ハイゲーでまさかのね4枚抜きっていうね奇跡をね起こしたんで、今回はねおそらくゼロでしょう。いやー、10連ありがたいですね。おおい、いっぱい出ちゃった。昨日読んでてやば、どうしよう。あ、ニューコード、すげえ。お、成田大使まだニューやったんや。うお、メジロブライダー。ああね、あと全部ちょっとするとね株券かなと思いましたけど、それはさすがになかったね。まあ2枚か。まあでもニューカードも出たし、ありがたい、ありがとうございますっていうね、本当にありがたい。無料ガチャね、ありがたいですね。さてね、実は石が300あるんですけれども、まだ万能揃ってませんっていうね。いや、あれから万能ガチャ回してないんですよ。で今回そのね、あと5回、5回でチケットが1枚もらえるんで、株券チケットが1枚もらえるんで、そしたらあと1なんですよ。だから自力で、あと5回回すうちに、自力で1枚引ければ、ね、完凸するっていう、そんなとこですのでね、皆さんね、ぜひね、出るようにね、祈っていただければなと思います。ね、行きましょうか。いや、さっさとやっとけよっていうね、話なんですけど、いろいろね、ちょっとね、追いつかない状態になってるんで、うん、なのでね、ちょっとね多めに見ていただければなと思います。じゃあ行きましょうか。自力で1個引ければ、もう2個引ければ完璧ですよ。2個引ければもちろん完璧なんですけど、まあ、最低 1個引ければね大丈夫というか、大人の力は使わなくてもいいということなので、行きましょうか。レッツマンのウォー。いや、昨日ね金背景で4枚株券引いてるから、金でもね、なんかね、あれしなくてもいいのかなって、そんなにね、落ち込まなくてもいいのかな、悲観しなくてもいいのかなっていうね、そんなとこなんですけどね。はい、ということでね、おお、あれ何連打してたらショートカットされんの、なんでエンパイアメーカーがおんの、あれちょっと今、どうなったのかわからんかった。なんでエンパイアメーカーがこの最後におるのか、連打してたせいで飛ばした、あれ出てた最後、あ、なんでやろ、ちょっと謎なエンパイアがねメーカーしてますけどね続けていこう。いや、違う、マンのウォーが欲しいの、マンのウォーが。オッケー、頼む、オッケー、頼むよ。2枚はね出るんで、 SSR がね、以上が2枚は出るんで、頼む、確率だ、頼む、いっぱいあるぞ、どんどん上がってきてんねんの今、頼むで。いや、ドキドキしますね本当に。おわーくー、うわー、ハリウッドの野生の猫でしたね。違うのよ、マンの王が欲しいのよ、野生の猫じゃないのよ。でもまだね、まだもう一枚来るチャンスあるんで、頼む、よし、うわマジか、ドキドキしましたね。いやー、やっぱこれやからガチャってやめれないんですよねやべね、ハリウッドのね野生のねにゃんこちゃんがね、出ちゃいましたね。なので、今2回回したね。あとだから3回のうちに、1枚出てくれればっていうところなんですけど。
あ、逆転してあるか。長田オールオール R ですね。オール R ね、インフンでていいですね。オール R ね、オール R っつって何がおもろいねんっていうね、はい、すごい。こことここペアなってるでしょ。でこことここペアなってるでしょ。でこことここペアなってるでしょ。でこことここペアなってるでしょ。惜しい惜しいね。えあとこことここ揃う、あと2枚こことここ揃う。あ、待って、でもネバボション3枚やから、うわこれだけあと1枚でね、全枚抜きやったのにっていうね、何がっていうね、ドドーンっていうねあの、なんかあと2回か、ここ3回目ですもんね。あと2回ね、よし行こう。頼む頼む、ダメかダメか。エンパイアメーカーダメーカーなんか言うてる場合はないねんから、頼むで。もう全があるかよ。うわ、さっきのねえハリウッドワイルドキャットの2枚抜き。おおお、マジかよマジかよマジかよ。いやいや、まあまあ株券は出てるから、まあよしとよしとするか。はい、ということでね、あと1枚ですね。あと1枚。いきましょう。あと1回よね、5回回しよね、250やもんね、300、ね、あったから、250よね、250よね。合ってる？うん。じゃ、行こうか。最後だ。頼むよ。ここでもある。あー、ドキドキする！じゃ、行きましょう。せーの。ダメか。奇跡起きひんかな。なお、ということで、自力では引けなかった。どうする、もう一回回せるのは回せるんですよ。ただね、あのもう一個70なんかあるんで、もう一個回せますけど、もったいないですよね。あ、でも出たら別にもったいなくないんか。いや、今ね、やっぱりね、2つの葛藤があります。やっぱこな、あの限りのあるそのね、僕のお小遣いを使っちゃうのかね、それとも、いや、いつもこうやってお世話になってる、楽しませていただいてるゲームに、ねえ、僕のお小遣いをつぎ込む方がいいのか。ね、今すごい葛藤がありますね。うん。まあいいか。回そうか。そうですね。次のラスト。まあ10連もう一回回せるんで、10回もう一回回して、出れば万々歳。出なければ、ね、ちょっとまた、次回に持ち越しですけど、ねえ、まあ大人の力でなんとかね、したいなと。もう今更ですもんね。今更進撃やってっていうね、そんなとこですけど、まあ行こう。頼む、出てくれ出てくれ出てくれ。うん、こうやって人はね、こうやって人は破滅へとね、突き進んでいくんですよね。次こそはって言ってね、あと一回で、あと一回でっていうね、こうやってどん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 人はね、破滅へと、ね、突き進んでいく。それが人間。それが、ね。それが進撃です。ね。何がやねん。出んかった。出んかった。はい、ということで、まあ残念でしたね。まあハッピーパンチやってるんで、もう意思使うこともね、そんなにないんでね、まあいいかな、そこらはいいかなっていうとこなんですけど、受け取りましたよっていう。あれ？ちょっと待って。
1枚足らん。あれ1枚引き当てましたよね。ああ当てるか。あびっくりした。あびっくりした。ああびっくりした。受け取ってなかったからか。ああびっくりした。ああびっくりした。1枚足らんかと思ってびっくりした。どこで計算間違いしてて何をぬか喜びしてたのかって今めっちゃあれやった。めっちゃ血の毛引いたわ。はい、ということでね、あと1枚残念ながらね、ガチャでは揃えきれませんでしたので、まあね、なんとかしていきたいなと思いますね。まあとりあえずね、合成しとこう。あー1枚出てくれたらよかったらな、惜しかったな。はい、ということでね、あと1枚っていうところでね、まだやね、竹芝王の時もそうやってんな。まあまあまあ、でも十分でしょうね。あと4回ね、4回分石がね、どっかで集めれ、あと4回分ね、どっかで石がね、集めれればね、いいんですけどね、そういうわけにもいかんからね。これやりきったとしても、ね、ここまでやりきったとしても、まあ、あと4回も引かれへんもんな。はい、ということでね、今ね、厩舎がね、完全に埋まってる状態なんで、ね、セリーチとかもやっていきたいんですけどね、馬房がね、ちょっと、馬房を開けないといけないんで、それがね、ちょっとね、馬房を開けないと進めれないっていうようなね、状態です。で、前回のセリーチは、もうすいません、ね、終わ、ね、実名学園はもう終わった後で、次のもうセリーチが始まってるっていうような状態でね、前のやつをね、ちょっと動画アップしましたんで、ね、ちょっとズレがありましたけど、まあ今やってるのはね、待機シャトルの、ね、世代ですね。どうしようかな。いや、単独剣がね、ついてる。ここ、文獣とね、あ、文獣はね、ドナボリーニと、一発で、継承型一発で、何でしたっけ、ニックスと奇跡の決定をつくんですけど、なかなかね、シーザースターズがちょっとね、合うのがいなくて、ね、難しいところなんですけどね、このね、そうそう、これが先月、待機シャトルが今、ね、単独剣ついてますけど、ついてない状態で、ね、稼いでくれた重さになるんですけど、まあ、ちょっとこれとこれでちょっとつけてみようか、ね、せっかくなんで。ね、稼いだ重さやと、ニックス、あ、ここ出てますね、8万4000って出てるんで、まあ、84万稼いでくれたんですけど、まあ、これ、ここね、今稼いでくれたんですけど、ね、多分ね、自家製バーだと、タイトルいっぱい取った自家製バーだと、ニックスでもね、全然あれできるんで、ただちょっと王者の風格がつくように、ちょっとあれだけしておきたいな。回復だけさせとこうかな。うん。ということで、ニックスだけでも、素質のある馬は作れますよっていうところをちょっと、ね、見れればいいかなと思いますので、ちょ、これつけましょうか。せっかくなんでね。ね。待機シャトルとマルペンサで、距離適正1006から3200で、84万稼げましたよっていうね。じゃあ行きましょうか。これでね、つけましょうかね。特性進化率が中ですね。こっちが特性ついてるからね。さあ行こうか。あーお、まあ進化はしなかったけど、特性はついたってことか。王者の風格ね。はい、というような形ですね。ニックスがだからあれば、まあまあ能力は上がるのかな、維持はできるのかなって、そんなとこですね。まあ虹バグもよくできるんだけど、最近他のね、虹が全然見れてないんで。おお、いいね。1400から3000、そして瞬発力、勝負根性 S になってるんで、王者の風格ね、発動的。レア特性じゃないのがちょっとね、いたたまれますが、まあまあまあいいでしょうね。このね、秋キュンでつけてる、この、ね、花声くんもね、一応ね、一応、虹なんですよ。グラスワンダーと魔界ビーディーバで、一応虹なんですよね。これも完全制覇狙えそうな、完全制覇狙えそうな距離適正でありますけどね、ここね、遠征がね、三角、体質も三角っていうね、ダートも三角っていうね、そんな穏やかな大間さんなんですけどね。はい、ということでどうしようかな。まあまあ、ガチャして、まあ出なかったっていうところの報告と、そうですね。まあまあ、次回、ちょっとね、馬房を開けて、次回は、セリーチを取れるようにしときたいですね。そうですね。これね。あ
あ、無理か。15。これ取って、ね、これ取って、これで30個取って、もう一回、10連、万能ガチャはね、万能はあれですよね。8月いっぱいやってますよね。ね、万能ガチャは8月いっぱいやってますので、そうですね、次、まあ、さっさと進撃やれよっていうね、進撃のね、あれ見せるよっていうね、そんなとこではあるかと思うんですけどね。ね、と思うんですけど、どうしようかな。じゃ次、セリーチの実名簿クエで30個取って、もう一回10連回して、で、出なかったら、にしようか。ね、そうしよう。めっちゃケチケチいこう。めっちゃケチケチいこう。いやいや、ね、ケチケチいこう。ケチケチいこう。はい、ということでね、せっかくなんでね、王者の風格をつけました、シーザースターズのレジェンド生産ね、ね、走らせていきたいな、少しね、ちょっと走らせていきたいなと思います。あー、そうっすね、スピードと、パートナー調教1と、パートナー調教3で、スピード、スタミナが上げれてっていうことなんか。なるほどですね。うん、そうしましたら、ちょっとね、ね、こちら、タズナちゃん、ね、ちょっとタズナちゃんにね、面倒を見てもらおうかなと。ね、やっぱり、ね、やっぱりね、僕もね、こう見えてやっぱ男性なんで、まあ女性が周りにいるとね、テンションが上がるというか、ね、そんな気持ちになっちゃうんで、ここはね、その辺厳しそうだね、川田ジョッキーにね、ちょっと乗ってもらおうかなっていうね。はい、ということでね、タズナちゃん使うの初めてですね、僕。はい、王者の風格は SS でやったら出るか、別にあれか、客室は何でもよかったかな。客室は何でもいいですね。勝負根性と瞬発力が S 以上。S やったらいけるってことですね。楽しみです。そうか、レア特性じゃないのがちょっと辛いですけどもね。まあまあまあ、まあでもパラメータも ASS なので、まあ差しでいいんかなっていう。どうでしょう。ね、そんなとこですね。馬体重は460でちょっと増えますけど、まあメダル突っ込んどこうっていう。まあプラス6なんでね、ちょっと怪しいですけどね。余裕の一番人気です。うわ、1.3、1.3。あ、そうか、二重枠かこれ。そうかそうか。な、1.3 か、そうか。じゃあレア特性になってたら、すごい後ろのあの雲がね、オーラみたいに見えてめっちゃかっこいい。1.1 とか出てたんかな。まあプラスになってから踏襲で出すのがね、踏襲で出すっていうか、条件戦からね、まあ G1 踏襲出走がちょっとね、ペナルティありますよって、オッズが下がりますよっていうことでしたけどね、それでもやっぱこれぐらい出ますからね。まあ特性があってっていうまであればね、特性適性があるっていうまであれば出るっていうことなんでね。まあそうっすね、馬券どうしようかな、飛ぶんかな。プラス6キロにしてきたからね、なんか負けそうな気がするんですよね。いやでもね、これタイヤスアゲイン9セイク、おお、セイクビゼンだな。いやー、セイクビゼンだなね。セイクビゼン、セイ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 って来てるからね。9、同じね、オレンジ枠でね、オレンジ棒でね、セイセイって来てるからね。セイセイキンってなってるからね、セイキンなってるからね。セイキン TV、 おー、セイキン TV、 おーイエーでしたっけ。まあいや、それはよく、それは別にね、まあまあまあね、セイク備前でね、行きたいと思います。さあ、ゲートが開いた。おい、スタートもっさりやったね。セイク備前となんかね、示し合わせ、示し合わせて出たみたいな感じですね。行く行くみたいなね。せーのやで、せーのやでみたいな。なんか学生時代のね、いや、マラソン一緒に走ろうぜっていうあれを思い出しましたね、今のね。仲いいねんな。まあこのままゴールまでね、一緒に来てくれたらね、素晴らしい。いろんな意味で素晴らしいですね。そしてその後ろから6番スペシャルウィーク、さあ、セグビのドアン3番ボールドエンペラー、リバインライトがその後ろ、そして外からピーザーちょっと速そうですもんね。一番後ろに8番アキケムダスターズ、さあ栄冠を狙う優勝に中山の最後の坂が立ちはだかります。
ハキキュンバスターズ直線伸びてダメですね。ビゼン、セイープビゼンの方ダメですね。怖い馬が来た。6番スペシャルウィークだ。スペシャルウィークさあ激しいレースだ。スペシャルウィーク外からハキキュンバスターズ先頭川田キュンバスターズ一着。ちょっと待って、なんかこれは噂にたがわない強さ。ちょっと待って、ちょっとかっこいいで、名前がアギキュンザスターズってかっこいいで。はい、ということでね、無事ね1巻目取れましたね。うん、で調教なんですけど、疲労調子回復でスタートが上がるってことか。ああそうか、疲労回復でも馬体重は揃わないですよね。ちょっとやってみましょう。まずまずでしょうか。あ、馬体重減らんかった。え、馬体重変わらんのか。適正な馬体重です。ちょっと待って、馬体重変わらんのかっていうこと。いや、馬体重変わらなかったですよね。まあ、何が行われたんか、ちょっとわか、何が行われたんかちょっとわからんかったな。どうしよう。いや、完全制覇狙えるから、もうね、単独権もあるし、ワールド行ったろかなっていう、そんな気分なんですけど、とりあえず、距離適正が埋まるまでは、ね、距離適正がちょっと上がるまでは、投票受付を開始します。ちょっと使い慣れてないからパートナー調教で、タズナちゃんで初めて使うんで、馬体重変わらんかったね。変わらんかったっすよね。そうか。なんかいっぱい調教、あそこのね、位置の調教やと、なんかね、いっぱい調教っぽくて、なんか 6は減るのかなと勝手に思ったけど、そうじゃないんか。機嫌よく行っているのかどうか。ここだけこれを追って6番ムンパティールでやります。外を通りまして9番機嫌よく行ってるかどうかって言われたの誰や。ちょっとついついねタップしてる時にここね押しちゃうと消えちゃうんでね。ドバイデスティネーション足が止まったアルファ戦闘に懸命に追う赤い帽子アキキュンザスターズが間から来ている。先頭間から来てるぞ。ドバイデスティネーションスピニングワールド捉えるか並ぶか並ぶか。わあ伸びがスピニングワールドが交わした王者の風格が外をついてアキキュンザスターズが来ている。スピニングワールド先頭スピニングワールドが勝ちました。アルファセントーリは2着3着に。ああそうか。まあね、権利勝って出してもいいんですけどね、ちょっとまあまあエカップいきましょうか。そうか、もう一回やってみようか。書いてるやん、ゼロって書いてるやん。なんや、ゼロって書いてるやんか。あ、ゼロって書いてるやん、すごい。気合十分です、ね、じゃこれで距離伸ばせれるってこと。適正な馬体重です。普段ね、こんなとこあんまり見ずにパパッと押すからね、パパッと押すから全然意識してなかった。ゼロって書いてますね、ここね。あ、疲労回復、調子回復って書いてる。疲労調子回復、あ、そうかそうか。うわ、でも馬体重調整むずない。そしたらそうか、じゃあここで減らしとく。疲労は回復すんねんけど、適正な馬体重です。あ、疲労は回復するけど調子は回復せえのか。そうかそうか、なるほどなるほど。難しい、余裕の一番に難しいですね。なんか普通普段のね、あれと違うから。まあね、難しいですけど 1.0 ですね。そうそう、ここは結構出るんですよ、オッズがね。で、まあ20枠なんで出るんですけど、まあさっきね、見てもらえ、動画のね、しょっぱな見てもらえたかと思いますけど、1.0 でね、モロの見事に負けましたんでね、まあこの辺のとろみちょっと狙っていこうかなっていう、ね、ただここもね、オッズが揃ってるから、あれですけど、まあ4-5、4-5ね、1-4-5、僕の馬からの1-4-5で。うん。ここで行きたいと思います。パパッと行きたいと思います。1600m。まずまずのスタートといったところであります。さあ先行争いであります。3番まあ飛ばします。距離伸ばせるんで、まあまあいい
まあ、まあ距離伸ばせれますけどね、トレセン使ったり、別に普通のね調教でもね距離伸ばせれるかあれですけどね、伸ばせれますけど、でもやっぱパートナー調教でね上げれる方がやっぱ早いんで、パパッと上がるんでね、いいですよね。まあ 1.0 なんで負けないでしょう。あとは馬券がっていうとこですけど、まあさすがエルコンドルっていう4来てるやん。やりました。オッケー。一着九番、二着七番、三着四番以上ねえ、エドワード確定しました。パサーさえこん、パサーさえ来なければ大当たりやったのにな。いい感じですね。適正な馬体重。あ、そうか。森林馬道も線でもいいんか。じゃあ疲労調子回復。適正な馬体重です。まあでもここは調子回復ね。ああ疲労調子回復。素晴らしいです。でまあビールあげとくか普通のね。適正な馬体重です。これで、うん、ちょ難しいな。馬体重調整が今までの感じちょっとやっぱゼロってなってくるとね、今までの感じ違うから。ただいまより投票受付を開始します。はい、ということでね、今回ねちょっとダービーで終わりたいなと思います。馬券の方もね、エリモソルジャーねがね、先ほどねナリトホマレがね4着まで12番人気来てたんで、今回ねまだまだ穴が12番人気が来るんじゃないかっていうね、ゾロ目ですし、ゾロ目ですし行きたいなと思います。 OK、 これでね行きたいなと思います。エリモソルジャーのワイドです。春のクラシックが、そう今回のモンジュもモンジュもシーザースターズもちょっとうまく今いけてないんで、なんとかねこの馬がちょっと活躍してくれればいいなとは思ってるんですけどね。うん、だレア特性がねちょっとつかなかったのは残念ですけど、まあ変則3冠取ったところで終わりたいのはどうですか。エルモソルジャーが今ちょっとなんかいい感じを見せたか、見せてないか、なんかうちの方に寄れてったか。 1.2 1.0 でね、ちょっと待って 1.2 やぞ。おわ、よかった。あー、ビータも負けるかと思った。はい、ということでね、無事にね、変則三冠取れたところで今回ね終わりたいなと思います。11番以上のように、まあ距離適正も合うんで全完全制覇も取れそうですし、まあねボバ三冠も多分いけるでしょうというね。ただ前半ね、あのオープニングで見ていただけた通りに 1.0 で負けますのでね、ねちょっとあまりね、あまり期待しすぎないように走らせていきたいなと思います。それではね、あの万能は揃わなくてね残念でしたけどね、まあ万能もねちょっと揃わなくて残念でしたが、まあなんとか揃えて、まあ進撃もね走らせていきたいと思いますのでね、また次回見ていただければなと思います。それではご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。今日も一日頑張れっつ。